きょうちゃん、明日何食べる？ハンバーグ。かしこまり。はい、波平です。ということで今日はハンバーグを作っていきたいと思います。まず玉ねぎ半玉をみじん切りにシャキ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 させていただきます。そしてその玉ねぎを飴色になるまで炒めます。お次はハンバーグの種。アイビギニク 300g ぐらい、ソフトバンク大さじ3個、ナツメグをビンビン、塩コショウもシャンシャン、卵を1、そしてさっきの玉ねぎを冷まして入れます。でね、こうやって種に粘り気が出るまでお手手でグリン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 。はい、でね、こうやってね、空気抜いてパン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 して、まあ、1個 150g ぐらいだね。それを2つボーンで、両面の焦げ目がつくまで焼いたら、ぶち切れてるバターをボーンして、赤ワインをブイーンします。はい、そのまま赤ワインが煮詰まるまで蓋をして混ぜます。はい、デミグラスソースを一缶ボーン入れて、ケチャップをウィーンして、ウスターソースもブニューしていただいて、お砂糖を2ポイぐらい、それをかき混ぜて、いい感じに赤ワインが煮詰まったところにボーンします。はい、そして生クリームを2周して、蓋をして、弱火で13、4、5分ぐらいしたら、はい、ほぼ完成。ほぼですよ、ほぼ。まずここから盛り付け、いい感じにソースを散らして、そして最後、とろけるチーズをあらかじめ温めて、とろけさせたものをボロ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 ブニューングニ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 ブリー、めちゃめちゃ美味しそうじゃない？そしてパセリを適当に振りかけたら完成。うん、美味しそうすぎる。お待たせ。わー、すごい。いただきます。はい。うん、うん、うん、やったー。